じゃあこれ最終章だ。これなんか違くないですか？Kさんとかミックが来た時と。あ、誰？ああ、普通にアイテムか。ああ、ご神水ありがて。じゃあもうこれラスボス戦前ですね、この感じ。なんかお金持ちの家の階段、ショートカットしてません？ここですよね。ここに行って K さんが消えちゃったんだ。多分。また別の場所？ミックも橋があったからこっちに来たんですかね。眠りを。はい。あ、動けますね。これ何？あ、こっから螺旋階段か。あれそうでしたっけ？あ、じゃあ俺完全に間違えてました。ごめんなさい。これが玲子さんですよね。あ、玲香か。ごめんなさい。玲香さん。奈落って言ってましたもんね、どっかで。これのことですよね、きっと。違うかな。あ、画質いいじゃん。これか。さっきちらっと話した井戸みたいなやつ、家の中にあった。あれも奈落っぽいですよね。ちょっと詳細覚えてないんであれですけど。本当にでもちょっと同じような話で申し訳ないんですけど、本当にゼロってこう進めれば、あ、なんか違くない？ K さんの時とかと別の場所かなこれ。あ、そんなことないか。こんな鳥居だったんですね。逃がさない。はっ、いや、これ逃がしてはダメ。え、これ戦闘じゃないのか。無視して、戦闘だなぁ、戦闘だなぁ、もうもうちょっと今、なんかこう、しんみりさ、一人でエモい雰囲気に浸っていたのにさ、そういうことするんだから。ちょっと待って待って待って、早いんだよな、この子。やっべ、逃げろ。これ回復した方がいいな。回復します。本当にゼロってこう、進めれば進めるほどやっぱり、しょうもない儀式のせいでさ、いろんな人のね、悲しい思いというか、まあ、特にその元凶になっちゃうミコさん。あれ？いなくなった？あ、Cメロ入ってますよ。歌はCメロ、ああひーのさ、いろいろ思いというかさ、わかるから。こう素直にね、よっしゃ倒してやるぜっていう気持ちになれないですよね。本当に切ない。あー、失敗した。やばいこれ。あー、強い。このステージでさ、この敵配置するのに意地悪ですね。倒さなくていいのかなこれ。下まで行けば終わる？だってこの真横に壁があったらさ、一瞬で埋まっちゃうじゃんね。どこいるかわかんねえし。あ、またこっち行くんだ。やばい。ああ、俺これ下手すぎるわ、この人。俺この人やの下手すぎますね。下手すぎますね。ちょっと待って、これ黒沢フラッシュ使うか？ボス戦で黒沢フラッシュを使うかどうかですよね。マイヨガも結構あったつもりですけど、もうなくなっちゃいましたよ、さっきのロケットパンチと合わせて。あー、これもダメじゃない？あ、よかった。あー、ダメだ、もう。
もうこいつイライラする。降りてみよっかな。前回ね、ちょっとしたフェイタルフレームではめられましたもんね。どこ行った？あ、いた。それできないかなって思ったんですけど、ダメでした。よし、これで行こう。はい。あー、もったいない。もう、はい。来ないか。この子2回くらいチャンスなかったっけ。おー、また来た。え、これ待って、めっちゃいる、めっちゃいるわ。それは無理だ。ちょっと待って、ひっと、ちょっと待って、それは無理ゲーが過ぎる。ダメだ、これ回復しないと死ぬわ。光るところかな今。もうこれ被弾しますもんね、このままじゃ。はい、ピカ、来ないで。よしよしよし、全然ひるんでない。3人ちょっとね、それひどいって、無理だよ。ちょっと、3人とも飛んでましたっけ。しかもまあまあ、一旦素早く動けるようにはなったけど、いやこれ下まで、一旦もう倒すにしても一旦下まで行って、広いところでやんなきゃ絶対勝てないわこんなの。あわよくばここでストーリー進行して終わらないな。倒すか。はい、アイテム拾えないんだ。ちょっと待って。はぁ、捕まってないだろ今な。もう、ちょっと待ってくださいね。落ち着け。ヒヒフーだ。俺どうしよっかな。とりあえず、このさ、早い敵がこんなにいっぱいいると。はい。よし、逃げましょう。これしかできることないですよね、正直。これ今までで一番きついんじゃないの？あってあのさ、あの、やばい！あの地面に埋めてくるさ、女の子3人でも、ここやばいここやばい、帰ってきちゃダメ。でもやばかったのにさ、こんなの、どうしろってんだよ。あ、やばい、逃げよう。これはイライラするわ。どうしたらいいんだろう。あれ、あっ、あ、しかも後ろかよ。あ、なんかでも振り払った。ラッキーラッキーラッキー。いやもうこれ黒沢フラッシュ使っちゃうか。ボス戦が大人数ってことはきっとないですよね。はい、あー、失敗した。はい、危ない、いい写真し、あ、これコンボチャンスでしたけど、まあいいや、しょうがないですよね正直。こんなんされたらコンボなんか狙ってるんだ。あー、もう後ろ。なんだよこれマジで。とりあえず1体減らしたいな。はい、どうだ。いや、ひどい、おー、嫌だ。まあ幸い火力は高くないですね。まあこれで火力もバカだったら本当に終わってますけど。もう。どうしろってのこれ。ご神水ですね。範囲とか上げらんないかな。でも全然射影機さ、別にさ、戦ってないですもんね今回。当たんない。蓄積増やしても、刻みか。さすがにレース溜まってますよね。刻みでワンパン作戦。失敗した。てか刻み打てないやん。マジか。あー、もう終わった。あ、オッケーオッケー。偶然フェイタルフレーム。はい。なんでやねー。彼女は何ちゃんなのかな。アマネちゃん以外の、あー終わった。これ女の子は名前分かってないですもんね。ちょっとレイどこ行ってんだよマジでこれ。ねえ、もう
もういや、これさ、しかもさ、ぐる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 カメラワーク変わるじゃないですか。そのせいでさ、スティックの入力がちょこ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 わけわかんなくなるんですよね。あーもうダメだ、めちゃくちゃになってるわ。あーイライラする。これほんとムカつく。どうしよう、どうしよう。死ね、ほんとに死んでくれ。あれフェイタルフレームなんだ。マジか、コンボもできないのか。今安全だったのになー。ってか死ねよ早く。いつまで3人残ってんだよ。あ、これダメか。あー危ね。あ、倒した、一体倒した。あーやっと一体倒した。もういや、もう回復アイテムもないんですよ。ゼロです、ゼロ。ういー。ただまあこれ数が減ると一気に戦いやすくなるでしょう、きっと。そう信じてます。二人でも多いけどね、普通に嫌な気持ちですけど。やばい、うわー捕まった。おおお、しかもこのところどころのさ、このろうそくとか石とかマジでムカつくんですよね。やべ、何それ、初めて見る軌道だ。あーぶねー、間に合ったかこれ。死んでくれ、もうフェイタルフレームじゃなくていいから、ダメージ入んない、逃げてー。あー熱い。そういえばあのアイテム何なんだろうな。はい、よし、倒した倒した。あと一人、あと一人、あと一人、一人になればだいぶ違うだろう。どこだ、こっから被弾なしで行きたい。いた、よし、捕らえればこっちのもんよ。どうせ消えますけど、もう一呼んでいいか、来たるボス戦に向けて。なんならコンボ使いたいよな。あはははしました。くっそ、悔しい。普通に今のは下手。やばい、は捕まってないだろ今の。なんか瞬間移動しませんでしたこの女。腹立つわ、もうこの子に対するヘイトがすごい。ちくしょ、ちょっとさ、しんみりしてさ、最終決戦に向けてこうさ、状況整理をして気持ちの整理もしてさ、非常にこうしんみりした空気だったのにさ、そういうことするんだから。あーどうだこれ、よしやった、あーつながった。これ何、あ本、そういうね、はい、入れ墨模様の日記3、あの人の夢を見た、狭間の中、ムマかな、ムマのヒイラギの中、奈落へと降ろされる私の前に、あの人が来てくれた。当主様は気づかない。私の夢だから。あの人が手を伸ばす。私も手を伸ばす。その指が触れようとした時、少しだけヒイラギが和らいだ。私は、私でいられた。でも、触れられなかった。多くの人のヒイラギを刻まれた私でも、まだ私の、あの人の夢を見て眠れるのかもしれない。苦音の眠りの中で。さっきのムービーですよね。あまね、あまね？あまねちゃんになるんですね、これ。はい。そう、これ気になってたんですよね。こんなんなかったですよね。あの巫女姿の少女はここで。あーあーあーあああああ、麗華さんのことか。麗華さんのことか？なんかめちゃくちゃね、あの死生木みたいなのありますけど。どういうこと？これセーブして、まあまあ分けてるからいいか。じゃあセーブして奥進もうと思います。もう回復アイテムゼロです。本当にゼロです。困っちゃいましたね。しかも黒沢フラッシュも無駄遣いしちゃったんですよ。まあ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 、最終決戦ですかね、これ。よし、行きましょう。あれ？ここは。
14か。あ、ご神水嬉しい。もう一声欲しいな、もう一声。でもこの海、クオンの海じゃなくて何でしたっけ、トコヨの海か。で、合ってるんですかね、これが。に、流す。ことで解決するかもって K さん言ってましたよね。あれ、ミックが開けたのはこっちか。もう見たくない。夢ですよね、人の。ん？ちょっとごめんなさい、地理が全然わかんないわ。うお、ここはでも明らかに初めて来る場所。いや、もう槍部屋じゃん、これ。噛んだし。槍部屋じゃん。絶対ボス戦だわ。でもまあ行きましょう。ご神水一本握りしめて。レイカさんがしかも、あっちの方になっちゃってますね。これどっかにアイテムとかないかな。アイテムこじきなんですよね。あ、この奥があれかな？ K さんが行った場所？前回。だとしたらスキップされまくってますけどね。レイカ、あ、カナメさんか。レイカ、どう、よ。これが、だから、アマネちゃんが、クゼノミヤに入れた後ですよね。帰ってこないっていう。おおおおお。ちょっとギャグでしたね、今の。お、ちゃんと槍部屋に帰ってきました。あ、来た。画質悪ー。いやー、でもこんなんさ、呪われるというかねえ、未練残って当然ですよね、こんなの。これは本当にしょうもない儀式が悪いわ。は？え？何今の。完全に避けた気でいましたけど今。ちょっと待って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 。え、どこに。あ、後ろいる後ろいる。ちょっと待って。はい。何？
本当にわかんないな。もう全然ついていけないんですけど。ちょっと待って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 。これ逃げてればいいのかな。なんて言ってますこれ後ろで。全然ついていけないんですけど、これ回復した方がいいのかな。ちょっと待って、わかんない。わかんないわかんない。あ、行き止まり？行き止まりだ。やばい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 。あー、帰ってきた。何が起こってんのこれ。ちょっと待って待って待って。うわー、飛び道具使ってんのか。メタルフレームは？いや、後ろ。回復するか。あー、ちょっと待って、回復しとこう。今走馬灯が見えましたよ。背後浸水。これ何なんですかね。これ何なんだろう。即死？このパートで捕まったら即死ですかね。逆に攻撃チャンスとかあるかな。いないし誰も。なんかでも意味があるんでしょうね。全然ついていけない。全然ついていけないです。やばい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 。あー、飛び道具出してんな。近っ。はい。待って、俺今何。もう 9-0 でいきましょう。さすがにこれより上はいない。やばい。あ、今のフェイタルフレームになるんだ。オッケーオッケーオッケー。学習学習学習ですよ。これ真剣ゼミでやったってことになりますからね。次来たらカウンターします。はっ、ちょっと待って。いや、どこから来てんだ。上か。いやー、でこれね、これわかんないんだな。一応あ、構えられはしますね。わかんない。全然ついていけないですよ。これは走ってればいいんですかね。もう本当にごめんなさい、ついていけなすぎて。あ、オッケーオッケー。これなら目で追える。やばい、飛ばしてる。よし来い。はい。コンボにはならない。あー、でこれな。やべ、いる。いや、これやばそうですよね、捕まったら。今ダメージ与えられるのかな。あ、ああ。捕まった。どうなの。ああ、無謀だった。じゃあやっぱあっちのパートでは逃げ回ってで、まあ、現実世界というか、まあ、現実でもないんですけど、まあ、画質いい方で戦うって感じでしょうね。参りました。はい、リベンジです。いや、でもこれさ、ほんと見れば見るほどさ、戦いたくないというかさ、やば。同じ過ちを繰り返すな。飛び道具が来るんだっけ。めっちゃ速いんだよな、上から。これこれこれ。あれはでもどうかわすんだ。正直ちょっと見切れないぞ。あー、これね。これは捕まったら死ぬって分かったんで。あー、こっちから来るのね。オッケー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 。同じ過ちは繰り返さない。いや、ワンチャン取れないかなって思って、攻撃チャンスかなって思っちゃったんですよ。でもまあ、ここは逃げんのが安牌っぽいですね。本当に気の毒ですよ。あの、ワンのさ、やべ、近いな。はい。あ、どうだこれ。コンボにはなんない。は？あ、飛び道具の方か。ちょっと待って、何やってんだ。あー、連れてかれた。ワンのさ、うわー、それひどい、アップで。ワンのさ、キリエさんもそうでしたけど、やっぱやっぱこう、よっしゃぶっ倒してやるぜっていう気持ちより、なんか報われてほしいなっていう気持ちが先行しちゃうんですよね。まあ、やっぱその報われるために、やべ、
倒してあげるのが一番いいのかもしんないですけどね。これさ、俺ゼロシリーズやってて毎回言ってる気がするんですけど、飛んでくんだろ、分かってるよ、ご神水。あれどうかわすんでしょうね。もう逃げんのは諦めて、なんかフェイタルフレームチャンスがないかっていうので待った方がいいんですかね、もしかしたら。ちょっとこれ避けられる気がしない。あっぷね、うわー、なんか今自分から当たりに行った感があるな、強いな。これも 9-0 でよかったな、失敗した。毎回言ってると思うんですけど、この儀式をそもそもしない、失敗がどうこうとかじゃなくて、全くしなかった場合ってどうなっちゃうのかなって。それでもやっぱりそのまあ間が時だったり、まあ今回だったら何でしたっけ、破壊か、破壊だったりが起こっちゃうんですかね。早っ、うわー早っ、あ、捕らえた、ラッキー。あー、もったいねー、今これは逆にコンボチャンスなんだな、捕らえるの大変だけど、めっちゃラッキーでした今。どこだ、上か、あー、また上か、よし来い。あー、こっちか。なんかさ、そのなんか儀式そのもの、やべ、行ってもりじゃん。ああ、即死、ああ、今捕まったの、はい、3度目のリベンジです。とりあえず射撃強化しようかな。まあでも手の内はね、全部わかりましたよね。基本性能、こっちかな。いや、瞬発力が大事だみたいな、この戦闘は。こっちにします。よし。じゃあ行きましょう。これもすぐ飛んじゃうんでしたっけ？あっちか。よし、来い。あ、ダメだ。なんか、うーわ、直撃。いや、強い。もうご神水案件ですよ。あれ本当にラッキーだったんですね、さっき取れたやつで。小粒を飛ばしてきて、はい、 OK。 これはフェイタルにはなんないんだよな。火力高いですね。やべ、うわ、普通に捕まった。あー、これ計算めっちゃ受けてきた技だ。これ計算死ぬほど食らってますよ。やべえな、火力高い。もうあと1回が限界だな。あ、飛んでった。どこ行った？いた。これ決めなきゃやばい。こっち引っかかんな、引っかかんな。はい、どうだ。はい、ここで終わらせたい。ああ、もうコンボなかった、チクショー。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、でも結構いいカウンターができたんじゃないですかね。これね、何気に毎回ゲームオーバーはこれですからね。油断すんな、油断すんな。不意に行き止まりがあるって分かったんで、ちょっとある程度一定のリードを保って、よし、落ち着け、大丈夫、戦えない相手じゃないですよ全然。あれ、どこだ、やばいこれ、あーやべ、あっちか、来る、はい、よし、はい、もう一回いけないかな、いけない、欲張んない欲張んない、やべ、来い、はい、あっちか、やばいやばい、なんか変な飛び道具もあるんで気をつけなきゃいけないですね。あー、行ったそばから、がー、行ったそばから、てかやばいこれ、ちょっと、うわ、どうなってんだこれ、全然わかんない、どうなってんだこれ、フィルムないし、危ねー。あー、で上か、これが一番心臓に悪い。
これじゃないな、これまだお預けのやつだ。打ち出すね。はい、よし。あー失敗した。いやーこれ早いとこ刻みを使いたいな。刻み刻を使いたいな。どっちにいるんでしたっけ。やばい覚えてない。これあんまブラブラするとこれ思わぬね鉢合わせの事故が怖すぎますよね。レイカさん、おー視界に入れることなく。ただこれ帰ってきた直後どこにいるか分かんないから、あーもうこれか。やばい、行き止まりだ。よし、危なー今の。あー下手だな、全然ダメですね。いやなかなかこの強化フィルムを使うチャンスが、強化レンズか。やばい、しょうもない飛び道具、あぶねえ。はい、あー濃く使ったけどなんかあんまり手応えないですね。これやばい、どっか上いんじゃないの。ちょっと待って、うーよし、まだまだまだ、こっからこっから、ここだな。あーその前にね、あーもう全然全然なんかこうトークというトークができない。あれをこうしてこうしてっていうリアクションしか取れないですよ。ごめんなさいね。もう本当にあと一発まともなの食らったらおしまいですもんね。どのくらい HP あるんでしょう。あと今の俺になんかできることなんかあるかな。やばい、はい、これは逃げたい。よし逃げましょう。これ第二形態とかあんのかな。あったらもうほぼ積みですけど。やばい、これ飛んでくるだろ。よし、こっからこっから、これ一回ふわーってしてくれるの嬉しい。あれ、おーまだ来ない、まだ来ない。あーあーあー違うんだ。あーもう振り回されっぱなし私。さあどっちだ。いやもうこれ全くどこにいるか見当つかないのがいっちゃん怖いですね。これでもちゃんとあのこのフィールドなんですね。どこにいんの、どこにいんの。ダメだ、わかんない。飛んでんのかな、飛んでますね。しー、じゃあ次この辺から来るはず。やばい、あーくー来ないで。もう一回来んのね。逃げて逃げて逃げて、でしょうもない飛び道具が怖い。それでも今死ねますもんね。あーもういや、どっちにいるかっていうの分かんないのかな、センサーとかで。やばい、超緊張する超緊張する。あいた、いましたね。来い、は？待って、今何にやられたの？強い。やっぱさ、アイテムないのが良くないですよね。回復アイテム、どこだ？上かな？つまりこの1個前の戦闘のあの女の子3人が大先輩。うわ、大丈夫、まだまだ大丈夫、もう一回来る。はい、あーこれどっちだ。うわー外した、まあでも被弾しなかっただけマシかな。貴重な 9-0 が。はい、よし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 。最初は向こうから来るからこっち逃げて、あーこれさ今動きながらいた。はい、これどうなんだろう。あダメージ入んない、ちょっと待って、じゃあダメだ。あー 9-0 が、まあでもダメージが入んないのが分かっただけでも収穫ですね。でここでダメージ当たればすごいダメージが入るとかそういうわけでもない。あぶねー、どうだこれ、間に合った、あと4枚。あーもうこっちか。これ貴重なあのコンボの、やべ、コンボのタイミングに 9-0 を取っておくべきかもですね。これ追いつかれ、あー逃げろ。よ
しまわれ。よっしゃ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 、オッケーオッケー、もう大丈夫だろ。ああ、不意の行き止まりが怖いでやんす。ちょっとそろそろフィルムがないので、うわ、これも怪しいな。うわー、マジか、最悪、もったいなさすぎる。でもまあ一応めげない、しょげない、ドラげないでいきますね。はい、はぁ、飛び道具出した後だったか。おお、これ多いですね。あ、やべ、失敗した失敗した、やばいやばいやばい、間に合い間に合い、あー間に合い、もうダメだ、グダグダ、ごめんなさい、なんでこんな下手なんだろうな。うーん、悔しい、ごめんなさい、もう全然うまくいかないですね。さっきの戦闘を見るになかなか HP 多いので、もうこの時点で結構諦めた方がいいんじゃないかなっていう気になってきますね。あぶね、おー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 、飛ばしてくる。やべ、後ろだ、よし来い、はい、おー危ない、来い、はい、これは早めにやんないと飛ばされた後になっちゃうから、よし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 、なんとかなんとかその場しのぎはできました。問題はどこにあいつがいるかだ。これさ、レイさんの位置は共通してるじゃないですか。レイカさんの位置も共通してるんでしょうかに、してるとしたらこっちに逃げてれば大丈夫なはず。よし、これは大丈夫だろう、これは大丈夫。あー、またこっちか、これじゃあめっちゃ近いはず。どうだ、なんかでもあの距離だった割にはどこにもいないですね。超近くにいたような気がするんですけど、あんま近すぎるのはさすがに気の毒だから やってこないのかな。俺がかわいそうだからやってこないんですかね。よし、さあ9-0、ほい、次だな。あ、でも一応フェイタルフレームの判定あるんですね、今のも。はい、はい、え、外した、マジか、クッソしょうもないじゃん、マジかよ貴重な9セロが。あ、これ死んだろ、あまだいける、はい、倒した、あれまだ全然終わんないと思ってましたよ。もう半ば諦めムードだったんですけど、やっぱコクの威力すごいんですね。まあレベル強化してますからね。よかった、結構苦戦しましたよ。でもまあ最悪な最後ではありましたけど、その目を閉じていいから、かなめさんが最後いてくれるのは不幸中の幸いというかね。まあ唯一と言っていいくらいですけど、救われたポイントなんじゃないかなって。あ、これが常世の海かな。だからここに、レイカさんを流すのかな。行きなさい、またて。行きなさい、またて。行き船、揺らして、またて。この岸、開いて、またて。朗朗見渡りかの騎士、行きなさよ、旗て。行きなさよ、旗て。
なたはどんな時も一緒にいてくれた。あなたからたくさんのものをもらった。あなたが一緒だったから。僕はもういただき、死んでしまうと僕は本当に消えてしまう。君が生きる限り僕のかけらも生き続ける。だから生きてほしい。エンディングか。もうすげえ涙腺に来ちゃいました。ただちょっとユウさん最後声低すぎてなんて言ってんのかいまいち分かんなかったんですけど。でも、それでもいろいろね考えさせられるというか。やっぱ、ゼロっていいですね。まあおしまいっぽいんで、一旦ねまずここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。やっぱりねゼロどうしてもパート数とか動画の長さがかさばっちゃうところはあると思うので、まあなかなか大変だったと思うんですけど、まあ、本当にありがとうございました。まあ、プレイしてる側はねやっぱり、まあ、探索とかはちょっとしんどいなっていう思うところもあったんですけど、やっぱりストーリーがね非常にいいというか、なのでやっぱこう話が一度進んじゃえばあっという間でしたね。本当に良かった。でこれ主題歌もいいですね。あのタイミングでね主題歌流してくんのずるかったですね。一気にじわってきちゃいました。やっぱり
まあこれも多分ゼロをするたびに言ってる気がするんですけど、本当に切ないですね。こう、なんでしょう、完全悪というのがいない。むしろその、まあ本来今回ならレイさんとか、まあ過去作ならミックとかチャンミオとかが倒すべき相手っていうのが、まあもうむしろ被害者側のね方々だったので、まあこう、よっしゃぶっ倒すぜ、気持ちいいぜっていう感じにはどうしてもならないんですけど、でもまあこのやっぱりこの切なさというか、ちょっとこう心にね、なんかぽっかり穴が開いたというか、なんとも言えない気持ちになるのがこのゲームの魅力なんだろうなと思います。あんまりね他のゲームでこういう気持ちになることないなって思うので、そうですね、本当に良かったです。あの最後ね、あのまあレイさんならきっとやってくれると思いましたけど、カナメさんと一緒に常世の海をこう渡ってっていうのがもう、まあ、非常に来るものがありましたね。あー、まあもう本当になんかね、同じような話ばっかりで申し訳ないんですけど、これで少しでもレイカさんが報われたらいいなというふうに思います。もうね、ゼロって非常に複雑というか作り込まれたゲームだと思うので、きっとまだね、あの俺が得意げにペラペラ喋ったうんちくみたいなやつ以外でもたくさんね、あの裏設定ですとか、もう裏じゃなくても俺がわからなかったような内容ですとか、たくさんたくさんあると思うんで、まああのご自身でこう気になったところとかいろいろ考えてみたりですとか、まあ、あわよくばね、まあ、教えてくれたら非常に嬉しいなと思います。森屋家の方々の下りとか、あれも一応分かってるんですけど、多分ですよ多分なんかその儀式に失敗して破壊が起こっちゃった際に、まあそのお屋敷を通じるために、あの外にね、その災いが逃げ出さないように、まあその封じるためにね、屋敷でいろんな場所をこう作ったりですとか、そういうことをするのが森屋家の人々なんじゃないかなと思われまして、ただあのこれも文書にあったんですけど、まああまりこう口外してはいけないような内容なので、まあ口封じのために森屋家の当主っていうか、あの一番実力のある人以外はもう殺しちゃうらしいんですよ、生きて帰れない。でそれが多分あのミイラ、壁に埋められていたミイラなんじゃないかなっていう、一応あれはありますね最後にこんな話でいいのかな。ただあの実はまだ、まあ、終わりにするつもりはなくて、まだねきっと、ミック起きたんですね。よかった。Kさんはじゃあもう帰ってこないのかな。もう消えちゃった。ずっとそう思ってました。でも、私たち、ここに残されたんですね。だから、私はここにいる。痛みとともに。レイカさんとかね、その入れ墨を刻みに来た女性の皆さんも同じような気持ちだったんでしょうね。ランク E! 絶対これダメだろ俺。レイリスト33分の7、本当に ?33 人もいましたあれ。これひどいな。何がコングラチュレーションだよ。そうなんだ。まあまあでもまあ良かったからいいでしょう。良かったからいいでしょうって頭悪いですけど。お、コスチューム選択。エッチなやつあるかな。
で、そう、まだ終わりにするつもりはなくて、多分その、あ、そう、エンディング1って言ってるんで、多分他のエンディングもあるんですよ。だから、まあ、それもぜひな、ぜひな、ぜひね、見たいなと思っておりまして、ただまあ、ちょっとね、分岐っぽい分岐は正直、見当がついていないので、まあ、細かい伏線回収とかなんじゃないかなって思うんですよ。だからまあ、こっからは攻略ありきではあるんですけど、まあね、いろいろ次のエンディングを見るために、いろいろ回収をして、ぜひ、まあ、他のエンディングも見られたらなと思います。いやー、非常に、やっぱゼロっていいですよね。これまあ、多分、なんか、勝手にですけど、ゼロ三部作みたいな扱いを受けてるような気がしていて、初代と赤い蝶と姿勢の声とで、まあその締めというか大トリを務める作品としてはもうふさわしかったんじゃないかなと、文句なしですね。なんかいろいろまだできそうですけど、まあちょっと長くなってるんで、一旦それ以降の話はまた次回にしようかなと思いますが、まあ一旦ね、とりあえず、まあノーマルエンドっていうんですかね、普通のエンディングは見られたんじゃないかなと思います。そんなに胸クソも悪くなかったので、うん、まあいいかなっていう感じですね。なんでまた次回以降ね、次のエンディングに向けて頑張っていけたらと思います。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお願いします。